辻広康は、日本の政治家。大阪府泉市長。元泉市議会議員。1978年3月、大阪府立大鳥高等学校卒業。1984年3月、京都工芸繊維大学工芸学部卒業。その後は当面に入社し勤務。1996年9月15日執行の泉市議会議員選挙に立候補し、初当選。 同月23日に議員に就任。以後市議を計算機務める。市議の傍ら、2004年3月に大阪市立大学大学院法学研究科を修了している。2005年4月、市発中の公共工事をめぐる競売入札妨害事件で当時の泉市長だった稲田純三が逮捕される。5月6日、稲田は辞職。 これに伴って6月19日に執行された市長選に市議を辞職し出馬するが、同じく市議を辞職し出馬した伊坂義行に敗れ落選。2009年の市長選で伊坂と稲田を破り、初当選を果たし、同年6月19日に泉市長に就任した。選挙の結果は以下の通り。2005年6月19日執行。自由民主党の推薦を受けるも落選。 当日有権者数、13万6787人。最終投票率 42.、42.91%2009 年6月14日、執行。前回戦った現職の伊坂、2005年10月に、懲役2年6ヶ月執行猶予3年の、有罪判決を受けた、稲田淳造元市長を退け、初当選。当日有権者数、14万582人。 最終投票率 45.62%2013 年6月2日、執行。伊坂と3旅戦い再選。当日有権者数14万3405人、最終投票率 41.21%2017 年6月4日、執行予定であったが、5月28日の告示日に、辻以外に届け出がなかったことから無投票で参戦を果たした。 2021年6月6日、執行予定だったが、5月30日の告示日に、辻以外に届け出がなかったことから無投票で4選を果たした。ありがとうございます。